ケチャップ多くないですかって。ええやん、別に関係ある。うまい。みんなにも、みんなは今日のご飯はオムライスかな、ペコちゃんの。はい、どうぞ。うますぎる。なんか自分の料理って時々さ、まずいなって思う時あるけど、やっぱオムライスは失敗しないわ。わ、お蕎麦いいな。リッチショコラに勝てますか？勝てる！このオムライスなら負けねえよ！ペコちゃんの落書きプレートオムライス出店してくんねえかな、エキスポで。リッチショコラの隣にさ、段ボールハウス作ってさ、ペコーラが。で、そこで1日1食限定で出そうかな。そしたら運営さんもさ、許してくれるかな。ダンボールハウス1日1食つって、材料とか全部リッチショコラからパクってきて、あのそれでオムライス作りましたつって。いや、値段はそうだな、儲けなきゃいけないから1万円にしよう。超高級ペコちゃんオムライス 1万円。かっこ、食べてるときはペコーラとお話ができる、おまけプラスで1万円でどうよ。そしたらさ、ペコちゃんのことが大好きな人だったら、1回だけならって言って払ってくれるかもしれない。この1万円プラスペコちゃんとおしゃべりで。美味しいですかつって。ふざけんな、誰が払うんだよ。払ってる人おる。プラス、ペコーラだけじゃなーって人には3期生の私物ラウンダまでつけるわ。ペコーラがスタジオとかで3期生に会った時にちょっとちょうだいっつってもらったやつを、プレゼントします。それでどうよ。やばすぎて。そうまでしないとリッチショコラに勝てないんや、ペコズピッチンは。リッチショコラに勝つには、そこまでしないと。こすい商売してます。